はい、今回はですね、車田先生の作品ビート X の、作品紹介と、少しだけね、主人公とあと司令将たちを中心にキャラクター紹介をしていきます。でアニメもねあるんですが、いわゆるねオリジナルビデオの後半のネオの方ですよね、それが入った DVD ボックスが海外のものしかなかったんで、ね、そちらを購入しているんですよ。自分まだ見てないんですが、なんか仕様が違う感じなんだけど、PS4 で見れるっていうコメントをねちょっと信じたいかなと思います。まずはこちらからいきましょう。ビート X なんですが、1996年から2000年頃まで月刊少年エースで連載されていました。舞台は21世紀の地球で、主人公高宮鉄平 が機械広告に拉致された兄光太郎を救出するため、ビート X やその仲間たちが奮闘するバトル漫画ですね。本作の特徴は何といってもビートの存在かなと思います。ビートっていうのは、機械広告が生み出した自我のある機械戦士ですね。空想上のものも含め、あらゆる生物がモチーフになっています。で、最初にね血液を提供したもの、ドナーというんですが、このドナーのみに、忠誠を誓うといった、特性を持っていますね。ちなみにね、ビートはね性別も存在するんですよ。で、ストーリーはね王道と言えるかもしれないんですが、究極のビート、ラファエロや、機械皇帝の正体など、先がとても気になるね謎がね散りばめられていたので、非常に読み応えがありましたね。なんか他の車田先生の作品と比べるとちょっと色合いが違うかなっていうのもあったんですけど、結構面白かったです。はい、中盤以降は本当1日で一気読みした感じでしたね。はい、なおですね、アニメのストーリーは終盤はね原作と異なるらしいですね。アニメがなんか原作を追い越してしまったみたいな説明がされていたんですが、やっぱ月刊誌ってなんかそういうケースが多いかもしれないですね。有名どころだと、その鋼の錬金術師とかもなんか途中そうなったような気がしたんですけれども、後でなんか原作に忠実なシリーズも放映されていましたよね。で次にキャラクター紹介ですね。まずは主人公の兄弟から紹介していきます。高宮鉄平ですね、14歳の少年ですね。13歳じゃなかったんだなと思いながらちょっとねこの、年齢見たんですけれども、熱血感で人を引きつける輝きを持っています。メサイアフィストという鉄鋼を使用して敵と戦っていました。登場時は無謀な戦いをして X をね、ビートね X を、窮地に陥れることもあったんですが、そこは主人公ですね、徐々に X の性能を引き出せるようになり急成長を遂げていきます。で次にそのビート X ですね、性別はオス、モチーフはキリンですね。で、キリンがモチーフなんだけど、やっぱペガサスをね連想したのは自分だけじゃないかなとは思うんですよ。全身から虹色の光を放ち敵を消滅させてしまうという、五色の輪行ですかねっていうね、非常に強力な技を持っています。なんで今言ったように非常に強力な、ビートなんですが、最初はねスクラップとして破棄されていたんですよね。これも後で紹介するカレンが原因とも言えるんですが、で本来のドナーはカレンなんですが、カレンから、ね、輸血を受けた鉄平の、ね、血によって復活し、鉄平と行動を共にします。最初はやっぱギスギスした関係だったんですが、その点は、しっかりと解消していき、一度は、ね、修復不可能なレベルのダメージを負うも、北斗たち、これも後で紹介します、北斗たちの手によって再び復活をして、パワーアップしていました。でビートのほとんどがですね、ドナーをね様付けして呼ぶんですよ、何々様みたいな感じで。で、X はただ鉄平だけじゃなくてカレンに対しても、呼び捨て&タメ口でしたね。でメタルフェイスっていうキャラクターがいるんですが、そのビートのマドンナがねメスだと分かった時のね X の表情にちょっとクスッとしてしまいましたね。マドンナは実は X のことが好きなんですよ。このマドンナ結構自分好きなビートなんですけどね。はい、で次に高宮光太郎ですね。鉄平の兄で16歳ですね。16歳なんですが天才科学者で、その頭脳はおそらくですが作中最高かなと思われます。機械広告にとらわれた上、非常に劣悪な環境に身を置きながらも、心を折らずにラファエロ打倒策を見つけようとする、不屈の闘志を併せ持ち、さらには鉄平と同様に、周囲のものを引きつける力もあるみたいでしたね。やっぱ監視のマルチェロとアミーゴとのねエピソードは心温められましたね。
ね。あのマルチェロはね、最初はかなりうざかったけどね、こいつの迂闊な行動がね、やっぱ事態の悪化をね招いてしまったんですよね。で次に司令省ですね。司令のイントネーションがちょっとわからんのですが、まあ、機械広告のね東西南北をね守る戦士で、バディのビートは中国の伝説に登場する司令をモチーフにしています。まあ、司令っていうのはいわゆる麒麟鳳凰、霊気、そして王竜ですね。ちなみに話ずれるんですが、あのゲームのね竜が如くの主人公だった、キリュウさんの入れ墨は王竜ですよね。はい。ちなみに似たものとして指針っていうのがいるんですが、これがまあこっちの方がメジャーかもしれないですね。白虎、朱雀、玄武、青龍ですね。ちなみに青龍もね、桐生が如くの敵があの入れ墨してましたね。はい。それはいいんですけれども、まあ彼らはね後に鉄平の心強い仲間となります。まずはですね、カレンですね。はい。X の本来のドナーでしたが、まあ、本作では 自身がね作り出した、ビートシャドウ X とともに、戦っていました。まあ、とある出来事がきっかけで機械広告に不信を抱き国から逃亡、なんとか、カムイ島にたどり着き、そこで、鉄平と出会うことになります。でその後鉄平を鍛え上げてメサイアフィストを授ける一方、まあ、あのカレン自身はですね、打倒ラファエロのためにですね、ちょっと謎が隠されているカムイ島の探索を続けていたんですよね。あの後半にも出番があります。で次にビートシャドウ X ですね。まあ、性別はメスで、モチーフはキリンです。まあ、カレンが自作したビートで X とほぼうり二つの姿をしています。まあ、当初はね自我もなく制御不能になる場面もあったんですが、北斗たちのサポートでそれらもの不具合もね解消していました。でブラックのカラーリングだったんで、正直出た時はね X よりもちょっとワイルドなキャラ、ちょっとやんちゃなキャラになると思いきいやですね、実際はまあ X をですねお兄ちゃんって呼ぶね妹キャラであることがね分かった時は正直驚愕しましたね。はい。で高速移動してね分身攻撃をするのが得意である一方、まあ、マドンナの乙女心を揺さぶるなど頭脳派な面もありました。要はまあ X のことが好きだったんで、あのお兄ちゃんがねマドンナのこと好きって言ってたよみたいなこと、嘘をですね言ってたこともあったんですよね。はい。で次にフォーラフィーネですね。まあ、コウタロウ救出に向かってから鉄平が初めて会った司令省です。まあ、鉄平にと対峙して圧倒していたんですが、彼を殺すことなくかくまっていました。なんでまあフォーもねまた鉄平に引きつけられた者の一人だったのかなと思いますね。で軍服を嫌う聖職者で、まあ、クールを装っていますが、ストーリーが進むにつれ熱い一面もね垣間見せるようになります。で彼は何といっても音楽の名手でバイオリンなどを弾きこなし、戦闘でもね音波を使った攻撃を使用していました。なおまあ幼い頃にね幼馴染の妹をまあ殺してしまった、まあ正式にあれを殺したと言えるかどうかはいろいろ考え方があると思うんですが、そんな過去がありますね。でまあちょっと原作のねあの鉄平とのねあの懺悔のエピソードは好きですね。はい。まあ、こういったエピソードって要はそのソウルオブゴールドのカミューもちょっと似たような過去が語られていたのかなとはちょっと思いながらね読んでいたんですけれども、まあこっちはまあ妹の死亡の原因を確かにカミューね作ってしまってたのかもしれないんだけどね。はい。で次にビートジュテームですね。はい。性別はメスです。モチーフは鳳凰ですね。声帯や翼などから音波を発生させるいわゆるソニック攻撃を得意としています。まあ X も一応こういった攻撃してましたけど、やっぱジュテームの方のがこういったのは得意な感じでしたよね。でアニメ版ではね、まあ、鳳凰のごとく、まあ、驚異的な再生能力も披露していたみたいです。やっぱアニメ版でなんかその原作にはない技とかを使ってたみたいですよね、そのジュテームテームに限らずね。はい。で次にロンですね。はい。サンダーランスを使いこなす武闘派で、まあ、ちょっとあの主流っぽいキャラかなと思いながら読んでいたんですが、作中ではほとんどかな単独行動していた感じはしましたね。でロンはね鉄平たちと本格的に共闘するのは、まあ、かなり遅いタイミングであった一方、まあ、この時はねあのまだかまだかと思いながら読んでいたんですが、まあ、その一方ですねコウタロウとかアラミスとの絡みが多かった印象です。
で次にですねビートライドですね、性別はオスでモチーフは王竜です。まあ電撃攻撃が得意でサンダーキャノンが必殺技ですね。でまあ危険をね顧みずにグイグイとね敵の本陣に突入するドナーをですね持ち前の冷静沈着さで高サポートしていたんじゃないかなとは思いますね。やっぱちょっと出番が少なかった印象かな。やっぱり鉄平と一緒に行動する時間がローン自体が少なかったからですね。で次に北斗ですね。まあ名前が先行してまあ明らかになっていたんでね、てっきりね、まあ、霊気って亀さんだったんでね、ビートがね、まあ、屈強なキャラをね、予想していたんですが、まあ、実際は儚げな美青年で、争いは好まない性格でしたね。まあ、そういう意味では、春枠のキャラだったかもしれないんですが、春よりかは、ちょっと攻撃に移るタイミングは気持ち早めだったかなとは思うんですけれども、で、まあ、マスタードップとね、呼ばれる名医である一方、自身の体は過去の被曝の影響で、白血病を患っています。で次にビートマックスですね。性別はメスですね、はい、モチーフは霊気亀さんです、はい。あるビートを、ね、除けば最大級のサイズを誇り、まあ、研究&治療施設をですね、中に内蔵しています。まあ、鉄平たちの命綱のような存在だったのでやっぱ治療ができるんでね、いつ破壊されるかヒヤヒヤしながら読んではいたんですけれども、まあ、あとですね防御力に非常に秀でていて、頭部はね脱出ポットとして分離が可能なんですよ。でも頭だけで飛ぶ姿を見てね、まあ、なんて献身的なんだとね、少しうるっときたのはちょっと自分だけですかね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。